君たちに明日はないはき根、良介の小説、及び、それを題材にした、漫画作品、テレビドラマである。作者である柿根良介が、自分のサラリーマン時代の体験を重ねて、リストラに悩む人間たちの苦悩や、それをどうやって乗り越えていくかを描く。もともとは、チョーカーのタイトルで、小説新調に連載されていたものをまとめ、2005年3月に、上司、その年の、 第18回、山本周五郎賞を受賞した。当時は、ワイルド、ソウルなど、冒険小説の作者がなぜサラリーマン小説をと、戸惑いの声が多かったが、その後2007年9月に刊行されたシリーズ第2作、借金取りの王子で人気を博し、第3作、張り込み姫、第4作、勝ち逃げの女王と続いて刊行され、著者を代表するシリーズとなる。 2014年5月発売の迷子の王様でシリーズ完結となった。怒り狂う女おもちゃの男給油発砲塞がりの女去りゆく、物2億円の女女男の愛借金取りの王子山里の娘人に優しくこのエピソードでは、従来の人員削減を取り扱っていない。新助の勤める会社、日本ヒューマンリアクトは、人員整理の面接だけでなく、最近では、 人材派遣業も行うようになった。陽子が勤めている関東建材業協会では事務補助員が不足しており、派遣会社より社員を派遣してもらっているのだが、いまいち社員の質が良くないと感じており、陽子は新助の会社に人材派遣を依頼する。だが新助が派遣してきたスタッフの面接をすると仕事は無難にこなしそうだが、 能動的にこなすタイプではなさそうであること、陽子からするとお世辞にも気が合わないと感じ、不採用にしようと考える。そして、新助に、なぜあんな社員を派遣によこそうとしたのか、とクレームをつけたが、新助は、もし、陽子と同じタイプの性格の人間を派遣すると、衝突することが目に見えていると悟し、あえて性格が正反対のスタッフを派遣したと説明。陽子は、 シンスケの意見に納得し、派遣したスタッフを採用することを決意する。ビューティフルドリーマーやドカリの人生みんなの力、張り込み姫勝ち逃げの女王のエクスキューズこのエピソードは、シンスケの上司であり、社長でもある高橋が、過去に退職勧奨の面接をした社員との飲み会を、開いたエピソードとなっている。永遠の d ィーバリブ e for 平成20年7月1日号。 平成21年1月20日号に、実業の日本社の漫画雑誌、漫画サンデーに、笠原治の漫画で連載された。全2巻。2010年1月16日から2月27日まで、坂口健二主演で、NHK の土曜ドラマ枠で放送された。全6話。ここでの時刻表記は、日本時間とする。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話。 ありがとうございます。